メロディーフェスティバーンは、スウェーデンのテレビ局、SVT とラジオ局の SR が主催する、ユーロビジョンソングコンテストの予選。第1回1958年に行われ、1974年には、アバが、スウェーデン勢初優勝を果たし、その後1984年には、ヘレースが、1991年には、キャローラが、1999年には、 シャロッテ・ニルソンが2012年にはロリーンが2015年にはモンス・セルメルローがそれぞれ優勝を果たしている大会は当初一発勝負で行われていたが2002年以降参加曲数が急増したことからセミファイナルを4回行う合計24曲で1.2位の2曲が決勝進出する時点の3.4位が トーナメント方式での敗者復活戦で4局が決勝進出する。決勝は例年3月中旬にソルナのフレンズアレーナで開催される。またセミファイナルもスカンジナビアム、マルメアリーナなどといったアリーナクラスで開催される。いずれも放送時間は2月第1週から3月の第2週の土曜午後8時であり、決勝の放送の前と後に放送されるテーマソングは ユーロビジョン同様、マルカントワー・ヌシャルパンティエのテデウムのプレリュードが流れる。スウェーデン以外の国際審査員による審査と視聴者投票が行われ、審査員投票は1位に12点、2位以下は10、8、6、4、2、1点となり、視聴者投票は投票総数の割合で異なる。最終的に優勝アーティストが5月に行われる。 本大会への出場権が与えられる。テレビでは、スウェーデン国内は SVT1、海外では SVT ワールドで放映されているが、かつては TV2 で放映されていた。またラジオでは、P1、P3、P4 のいずれかで放送される。2002年は2002年ソルトレイクシティオリンピックの関係で遅れ放送された。 公式サイトでは2005年からインターネットによる生中継が実施されており、2004年からテレビ放送は5.1サラウンドステレオで放送されている。ありがとうございます。